35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画番外編、実践編にオートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク座製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお伝えしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビミシムを使いこなすことに的を絞ると称して、番外編にですね、質問に対する一問一答で動画を撮っています。こんなご質問がありました。線分の回転角度を度とか分秒で入力する方法はないんですかというのがありました。正解は、回転角度を入力するときに何々の d でっていう形ですね、このような形にすると、または単位管理のダイアログ複製角度のタイプを度とか分秒に設定しておくと、入力するところに分かりやすくなってくるかなと思います。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビミシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。